来ました。来ました。全然釣れない初心者釣り師、あっぱれ熊五郎です。今日はね、また熊五郎池にやってきました。つい2日前にここに来て、ちょっとね、熊五郎池の様子がだんだんね、復活し始めてるっていうのが分かってですね、前回はちょっと赤間大先生がかけたんですが、バラしてしまったんですよね。今度はね、時間帯を変えて、今夕方なんですけど、今3時半過ぎたとこです。夕まずめを狙ってなんとかね、熊五郎池で元気なヘラブナを1枚は釣り上げたいなと思ってます。まあ私無理でも間もなく赤間大先生が来てくださりますから、赤間大先生はきっとね、2日連続バラすってことはないですから、絶対ね、元気なヘラブナを見せてくれると思います。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと、まあね、ちょっと浮き輪5つ。今日はね、ちょっと浮き輪5つとね、春風2号ばっかり使ってたんですけど、このサミダレの13号。これはね、短くて浮力もね、あんまりないので、軽い重りしかね、しょえないんですけど、ただね、小さくて浮力がない分、とっても感度が良くて、動きは小さいけど素早い動きをしてくれるはずなんですね。この浮きで挑戦したいと思います。水持っていい。今日ね、赤間大先生に前回いただいたんで、これ使って棚取りをしたいと思います。こういうね、自然の池なので、そこには、ね、泥とかもあるんで、泥にズンって沈んじゃって、なかなかね、正確な棚取りができないんですけど、これ使うとやりやすいってことですね。まあ私はまだまだちょっとね、初心者ですから、正確な棚取りが苦手ですけどもね、やってみます。つけました。こんな感じでつけましたよ。でしょうか。これじゃね、ちょっと沈みすぎですね。もうちょっとね、浮き下が長くてもいいんじゃないかと思いますね。はい、お疲れ様です。来てくれましたよ、みんなの大ヒーロー。前回は残念ながらバラしたんで、はい、今日はぜひ1枚元気なヘラブナを見せてください。頑張ります。だいたいいい感じですね。いいでしょう。今日の、ね、餌はね、今日は団子とね、セットにしようと思ってますよ。食わす餌はこれです。ノグルテンとヘラグルテン入れる。これをね、まずね、 25cc ずつ入れます。150 400 400で、
来ました。あ、なんだ、なんかでも泳がないな。これは魚じゃないですね。やばい。出ました、カメ。うわ、カメでかい。うわ、でっけえ、このカメ。うなぎもんだな。ここはでかいです。うわ、でっけえ、これ。でっかい。ちょっと外してやるから待っとれ。本当だ、やばい。すげえでっかい。本当に最大だ。超でっかいカメです、これ。これ見てください。なんか泣いてる。こんなでっかいカメが来ました。映ってますか？本当にでっかい。こんなでっかいカメ。うわ。え？ああ、危ない危ない。やばい。やばいです。ですよね。すごい怖い声出してる。ふぅとかって。おー、やった、取れた。針が取れました。やりました。針が取れたんで、いや、なんとか、目です。怒ってます。ただ、針はね、もうちゃんと取れました。いや、針取れてよかった。超どでかい亀が来ました。けど、私が釣りたいのは亀じゃないんです。
また亀っぽい。また亀だ。来ましたよ。ついに大先生の団子に何かが来ました。何かが来ました。これは、まあ、これは何でしょうか。見せたくないね。取れた。あ、取れた。よかった。はい。でっかい亀日和。本当だね。ついに赤間大先生ヘラブナが来たと喜んだのに。本当にヘラ当たりなんですよね。すみません、ありがとうございます。はい、ヘラ当たりにツンと入るんです。